はい、えー、それでは令和2年の第2回担当式試験監査論の回答速報と公表をやっていきたいと思います担当レック専任講師草加ですよろしくお願いいたします、えー、皆さんまずね担当式本試験お疲れ様でした えっとまあこのね本当は5月に行われる予定だった担当式本試験が8月になってでまた会場もですねいろいろね変更になったりして、えー、まあ暑いのがね心配されましたが今日はまだ比較的ね、えー、天候は良かったかもしれないですがそれでもね、えー、大変だったと思います、まあ。とにかくお疲れ様でした。で、えー、と早速ね、えー、監査論、えー、公表していきたいと思いますけれども、えー、まずね監査論に関しましては今回はあの比較的あのまあ 解きやすいというとね語弊があるかもしれないですけれども、えー、勉強したことがあの力が反映されるね、えー、両門は多かったんじゃないかなというふうに思っていますですからまずね早速あのもう全体像を述べていきますけれども、えー、とまあこんな形でですねえっ、ー、と まあ問題とと正当可能性と回答があってですねで最初に言っておくとまあこれはねあのまあ公式見解っていうことではなくてねまああの我々の講師陣の中でまああのこのぐらいだったらあのいいんじゃないかというラインはですねはっきり言って14問程度7割程度これがまあ合格ラインとして予想しているところです。 でこれはなぜかというとですね、まあ、正当可能性高い、まあ、個人的には八割九割型取ってほしい問題っていうのが十一問あったんですねで中程度が六問なので、まあ、この高,高と中をですね取れれば十七問できるということになるんですね、まあ、そこまでは無理でもね中程度の問題をまあ半分ぐらい高程度の問題を全部取ればですね14問になりますのでそういった意味で まあ十四問ぐらいなんとかね取っていただきたかった問題ではあります。で、えー、もっと言うとねこれあの会計士講座ねレックの会計士講座で監査論をあの受講してくださった方は意外とね、えー、取れたんじゃないかなとね結構講義でやった内容をね盛りだくさん出てましたですからねあのそう思うと思います。一方でこの 正当可能性低いこれ3問もう最初に言ってしまうと、えー、問題3と問題7と、えー、問題16これはですねあのなんていうかな決して解けないっていう問題ではないんですけれどもあのこのね皆さんいろんな科目がある中で、えー、受験勉強ね、えー、もう時間限られた時間でやる中で問題3と、えー、7と16ここまではあこの問題のこのレベル間では勉強ね してないのが普通だろうと、ね、そこまで取れなくてもいいでしょうということで、えー、まあ正当可能性が低いになってます。まあ、ここははっきり言って私だったらもう、ね、全く取れなくていいと思ってますし今後ね、えー、これ論文に向けてもね別にここができるようになる必要はないので、えー、そういった問題。ということで、まあ、17問はですねまあまあある程度あの 解,いて解けてほしかった問題ということでまああのが合格ラインの予想とということになっています、はいえー、なので、まあ、今回はねそういった意味で先ほども言いましたがあ普段の勉強が比較的反映される、まあ、むしろかなりあの勉強の成果が反映される問題かなと思います。ではちょっとね一個一個限られた時間ですけれども一個一個ね見ていきたいと思います。はい、ではまず えー、画面切り替えまして問題1はですね正当可能性高い問題回答5番で、えー、財務所要監査についてで,したでちょっと、えー、個別具体的ね問題を移しながらねちょっとごめんなさい印刷がねえっ、ー、と。 薄くて見にくい部分があるかもしれなくて申し訳ないんですが、まあ、皆さんねお手元の問題とあの試験を受けてこられた方はねお手元の問題と比較しながらね見ていただければいいですがまず問題1これ正当可能性高い問題ですがまずあのところねこれはいいですかね財務報告はっていうところでこれ、えー、最初に書いてあって、まあ、目的はこれいいんですけども監査人はね、えー、財務省の適正開示に関する意見を表明することで 企業の財政状態企業活動の有効性や効率性等について保証を与えると言ってますがここはね分かりますよね企業活動が有効か効率かなんてこんなことについて保証を与えるんではなくてね、えー、財政状態とか経営成績とかねそれのあの あくまでも財務諸表ね、えー、それを表した情報である財務諸表について補償を与えるんであって企業活動の有効性効率性について補償を与えるってことではないというのはねお分かりいただけると思います。でまあこれ「今ねもうこれまさにあの財務諸表に不正による重要な虚偽の表示がないことについて合理的な補償を得るまさにこれその通り、ね、ということです。ででですねねここははまああのの中では、ね、何度かあの ちらっとね、えー、言ってますけれどもあの非監査会社から監査報酬をもらうんですよね監査のね監査したお金監査報酬っていうのは監査される会社からもらうんでそれについてもねそれを含めて利害関係を持つことは禁止ってこれはもう間違ってますよね監査報酬を得るっていうことはもうこれはねもうやむを得ない制度上そうなってますからここに関してはねえー、まあ 監査報酬を得ることは、非監査会社から得ることはこれはまあ当然のことなので「う、えー」ウは「ツということになります。はいで 絵はね、まあ、新しい取引形態の出現など適用すべき会計基準が明確じゃない場合であっても保証がが、まあ、信頼性が付与されるとこれはこ,こ,これここそでですすねね会計士の存在意義ですよ、ね、これがもうね適用すべき会計基準が必ずしも明確でない場合はもうあの意見出せないっていうんだったらこれ,はこれこそあの、ね、AI にまあ取って代わられてしまう職業と言われてもしょうがないですけどもこういったですね明確じゃないところの判断これがまあ専門家としてのね 判断ですからまさにですねこの絵の選択肢は正しいということでねここはまあ意図へなんとかねできて欲しかった問題5番5が正解となりましたはいではこうやってねちょっとあの時間あんまりかけられないですけれども一個一個を見ていきましょうで問題にまずは問題2ですけども問題にも正当可能性高い問題ですねで財務省要監査における監査人と経営者または監査役等との関係という問題でしたはい でえー、とまずね、えーとあ、これはです、ね、もう、あのーねえー、監査は経営者のさ財務省の作成責任を軽減しないというのはこれはもよく出てくる話なので○、ま、るということね。で 監査役等との連携っていうのはこれは連携してねいろいろなまあ情報等を、ね、交換し合ってそれでですね、えー、まあ監査をまあ効果的かつ効率的にすると一方で監査役等の、ね、監査役監査もまあ効果的に実施するということで別に業務を分担して行うわけじゃないんですねそれぞれがじゃあ A という仕事は監査役 B という仕事は会計,あの会計士っていうそういうわけじゃないので意、えー、は誤りということですね。 はい、で「えー、とう」のところね、まあ、これはあの、ねえー、内部統制整備運用する責任があるのはこれはあ監査人が監査を受職する前提の一つ、ね、これまさに前提ですよね。はい、なので「う」は正しいと。で絵、えー、の経営者のねこれ、えー、と全ての情報を監査人に提供だったらいいんですけども。 自社に関する重要な機密情報を除きとここは誤りですよね機密情報も含め会計士に開示しますから、まあ、そういった意味でねこれも後を打っているので、えー、まあ2番これもできてほしかったかなという問題です、はい、では問題3いきましょう問題3はですねえっ、ー、とこれがね生徒可能性低いとで公認会計士法についての問題ですあのこれはですねもうできなくていいと思ってますねはいでまず見ていくと,ですいくと「あ」ですけども「あ」はねこれえっ、ー、と 公認会計士法は制定当初より監査及び会計の専門家として会計士の氏名とか職責を定めているって書いてあるんですがこれはね2003年ね平成15年に定めたのでこれ制定当初よりっていうのが誤りなんですね。でまあその規定は監査法人にも順用されているこれはあの正しいんですけれども制定当初ね、えー、この時はあのこの職氏名とかね職責っていうのは定められてなかったということでこれはねちょっと知らないですよね今の受験生ね。なのであはこれはもう 知らなくていい。と。はい。で、ただ、これはあは罰なんですね。で、胃のですね。 これ特定社員は監査法人の意思決定に関与できないということですが、これは誤りですよね。特定社員というのは会計士じゃないので、あの会計監査はできないですけども、その他のことはできますからね。そういった意味でいは誤りということで、まあ、結果として答え、うとえになるんですけれども。じゃあ、あのうとえでね、どっちも丸つけられるかというとね、うはまあね、これ。あのいいと思うんです。うは丸なんですね。有限責任監査法人については。ね、えー、まあ、特定証明にかかる指定有限責任社員以外の社員は責任。 が限定されて軽減されている。これはまあ、その通りなんですが。 のですねこの課徴金制度が導入されたっていうのはもともとね従前の懲戒処分では監査証明業務の停止等によって善意、えー、の非監査会社つまり非監査会社がまあ監査難民になっちゃうっていうようなことですよね平たく言うとね非監査会社は別に悪くないのに、ねえー、まあこの従前の懲戒処分で監査証明業務が停止になることによって監査を受けられなくなってしまうと。これがですねまあ あの不当な負担だとということでねだから課徴金を貸そうってこれが平成20年に会計証でね導入されていますので、まあ、これはね正しいんですね絵の選択肢も正直丸だっていうのはねこれ今の受験生厳しかったと思いますので、まあ、これはですね、まあ、一般的な知識としてこの問題通じて押さえておけばいいですけども別にこの問題はできなくていい問題だったということです。はい、ではいで次 問題4に行きますが問題4はね監査法人に関する問題で正当可能性高い問題というふうになりましたはいでは見ていきましょうで監査法人に関する問題で問題4ですけれどもまずですねえっとあこれはですね有限責任監査法人であってもねこれあの第三者とかね損害を与えた場合はこれ 当該監査証明を行った社員これつまり監査報告書にサインをした社員ねこれはですねもう非監査会社に対しても第三者に対しても無限責任ねこれは変わりませんからこれあは正しいということになりましたはいでいはですねこれ指定社員制度ね無限責任監査法人の指定社員制度はこれ別に全てに採用しなきゃいけないわけじゃないのでこれはね誤りということですね 呉、えっと、の特定社員これ会計士以外の社員ですけれどもこれはね非あの監査証明業務はできません当然会計士じゃないので監査報告書にサインはできないただ非監査証明業務についてはねこれは業務を執行する権利を有し義務を負うとまさに監査証明以外は通常の社員とね、えー、ほぼ同じ責任義務を負いますので呉は正しいということになります。 はい、でだからこそ絵、ね、もこれ特定社員は協業必至義務がないなんてこれはそんなことなくてこれもですね社員と同じように義務を負うということでまあここもですねなんとか、まあ、あのできてほしかったなという問題ですねこれも正当可能性高い問題でした、はい、では、えっと、問題5に行きましょう問題5は金床法ね、えー、監査制度の問題です。で問題5はは、えー、ランクとしては 中ランクね、まあ正当可能性中程度ということで、まあ5割から6割ぐらいの確率で、まああっててほしいなというところですね。緊張法監査制度。はい、見ていきましょう。問題5です。 で問題5はですね、まあ、何が難しいかというとまずね「えっと、あ」のところで「あ」はこれはもうあの私も講義の中でもね過去問何度もやってくださいっていこれ過去問でもうこれまさにね内閣総理大臣がいいって言ったのに、えーねえー、監査証明それでも必要だなんてことはなくてね内閣総理大臣が公益とかね投資者保護にかけることがないって言ったんであればこれはもう監査証明不要って。 これはもう、何度も出てきてますので、ここは絶対あっててほしかった。はい。で、えっ、ー、と、いの選択肢ね。いが、これはね、えっ、ー、と、難しかったと思います。これは、まあ、そのね、有価証券通知書に対する監査証明不要なんです。結論は丸なんですけども、いはね、あの、ちょっと最後まで残ってていいと思うんですね。で、今度うですね。これもね、あの、ちょっとレジュメとかでね、一応講義では扱ってるんですけども、まあ、書いてないから、バっていう風にできたかどうかなんですが、これ。 年度監査だけじゃなくてね中間監査とか四半期レビューの概要書ってあるんですよでも内部統制監査概要書なんてこれどこにも書いてない通りないんですねで内部統制監査については通常のね財務諸表監査の監査概要書にあの合わせて記載することになっているので、えー、内部統制監査の概要書っていうのは別にあるわけではないということでウがバツということになります。 でえっ、ー、と絵のところもねこれ「帝政内部統制監査報告書」まあごめんなさい定性内部統制報告書に対しての監査証明これはいらないこれもね過去かんあのー、過去問で出てるんですね。だから、まあ、ちょっとねこれうが あのレジュメでそんなの知らなかったな,なかったなということで×にできた方はいいんですがまあこれ「えー、とあ」が「丸はいいんですけど「い」がどうかなっていうところと「う」もどうかな「え」は×だということでまあちょっとこれは中程度できた人はできたかもしれないけれどもここでまあ落としちゃっても他で挽回は全然可能だったかなという問題です。はい、えー、それではですね、えー、問題の6に行きます。 問題6はですね会社法監査制度ということでこれもね中程度なんですねで問題6見ていきましょう、えー、これはどこがね難しかったかというところですけれどもえっ、ー、とまずですねあはどうですかあはこれもあのー、ねえっ、ー、とレジュメの中で事業報告は監査対象じゃないよっていうことね、えー 言っているんですけども、ここのところね、事業報告じゃないというところが、まあ、あは罰できたかなというところですね。で、い、これは、ま、あどっちかというと企業法のやっぱ知識で取れた方は、あの、取れたかもしれないですが、これ親会社の監査役であるものはですね、その子会社の会計監査人になれないが、まあ、そこまでいいですけども、社外監査役になることはできる。これ監査役にはなれますけども、これそもそも社外じゃないんですよね。社外監査役、社外ではないということで、いも。 なんですねまあ「う」はねこれは過去問にもちょっと出てきたこともあってあの、ね、見ていただいている講義の中でも多少ね触れたりもするとこでもあるんですけども、えー、と取締役会設置会社でね、えー、無限定適正意見だけれども監査役会の監査報告で相当じゃないっていう意見があった場合にはこれはねやっぱり株主総会の承認を受けなきゃいけないということになってます。はい あとは A のとはののこころね、ね。れも企業法の知識でしょう、ねえー、特,定取締特定監査役ね、えー、これをまあ定めてない場合は全ての監査役のことを言うんだということでこれ正しいということでまあちょっとここもですねまあ監査論の知識だけだときつい企業法の知識も合わせて解ければよかったかなという問題なので、まあ、これも中程度ということにしています。はい、それでは、 えっとまた難しい問題問題7今度のこれ監査役等に関してこれはね、えっと、正直正当可能性低いできなくていい問題。ねえー、ただまあ企業法をものすごくね、あのー、しっかりやられてる方はまあできたっていう方もいらっしゃるかもしれないですが少なくともちょっと監査論の試験でここまではちょっと難しいなというところですね。はい、で、えっと、まず A ですねこれはですねあのー、まあ これ会社計算規則だったかな書いてあるんですけども、えっと、会計監査人設置会社でね監査役等が会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項を監査報告つまり監査役の監査報告に記載する必要があるかどうかってことなんですがこれはあるんですね。 まあこれなんか実務に出てですね監査役さんの監査報告をねよく見てればまあ書いてあるよなって分かるんですけれどもこれはちょっとね「丸っていうのはなかなか難しかったと思いますね。なのでこれはっっききり言ってででなくていいですよねであと「胃のところですねこれえ監査役会と監査役の監査報告の内容が異なる場合は監査役会の監査報告でその内容を布記できるがその後なんですよ問題は。 監査委員会と監査党委員会の監査報告においては委員会と各委員の意見が異なる場合でもそのような記録はできない記載はできないって言っていますがここはねなかなかあのこれだけ見て罰にはできないと思いますが趣旨、ね、考えていただくとこれ別に監査役会の監査報告でね各,各監査役が、ね、内容が異なれば付記できるのに委員会とかになったら付記できないなんてちょっと 理不尽というかおかおしいですよねというふうに考えられてまあこれどっちもできるんですそのような記載はできないんじゃなくてできるのでそう考えられた方はね、まあ、ここ罰できたかなと いうところですがまあ難しかったと思いますねでうはねこれは逆なんですよね監査役会が4人の場合はこれ社外監査役がこれ半数ね以上なのでこれ2人でいいんですよ3人じゃないんです一方で監査委員会とか監査等委員会はこれね、えー、かあの4人で構成されている場合は過半数必要なので社外監査役は2じゃなくて3人以上と過半数ですからね 半分を超えななきゃいけないいけのでで人以上ととうことでうもりとだからまあ企業法相当頑張ってる方はねここ行けたのかもしれないですけどね。で A はねこれ丸だっての難しいですよこれは企業法やってても難しかったんじゃないかなと思います。公開会社の監査役会監査あごめんさい公開会社の監査役会設置会社で、えー、と社外監査役の取締役会及び監査役会のそれぞれの出席状況については事業報告に記載しなくちゃいけないと。 これはまあ丸なんですね。なので、えっ、ー、とまあ伊藤がバツにできてなんとかあと A にできればまあいいですけど、これははっきり言って、えー、監査論としてはできなくていい問題でしたね。これはいいです。はい。で、えっ、ー、とじゃあこっからね、まああとは問題8見ていきますけど、問題8試案期レビューこれは正当可能性高い問題となっています。では問題8いきましょう。 はい、えー、四半期レビューですねこれどうだったですかねこれはまあ,あのできてほしい問題ですけども「あ」でね「えーとまあ、四半期レビューの当初の計画でいきなり追加的な手続きの実施を織り込むなんてこんなことやってないですよね。ね必要な時に追加的な手続きを織り込むんで「えー、あ」は×と。で「いわこれいいですよね」「四半期レビューの重先の基準値は年度を超えちゃいけない」と「イコール」がね多いですけども超えちゃいけないとこれはもう 超土典型の論点ですから、まあ、意ができなかった方はねこれはちょっと猛反省していただいて、ねえー、しっかりと復習しておいていただきたいですね。はいであとですね「う」うですね「う」うはこれはですねあの他の監査人によって行われた四半期レビューの結果を利用する場合は年度の財務省の監査とその程度と方法は同一こんなわけないですよね保証水準も違いますしね。えー、うはバと、はいで えははこれはその通りですよね市販機レビュー範囲の制約、まあ、監査範囲の制約ならぬ市販機レビュー範囲の制約で、えー、重要な市販機レビュー手続きを実施できなくて限定付き結論を表明することがあるとこの場合は結論の根拠の部分に実施でききなかった機レビュー手続き、ね、その事実が影響する事項およびこれらを踏まえて除外事項を付した限定付き結論とした理由を記載しなくちゃいけないということでね、えー、まあここはあの まるということでここはいいと思いますね。はい。えー、まあ例は元年のね、えー、改正が絡んでくるところですけどもまさにね限定付き、えー、結論とした理由をねしっかりとね、えー、記載しなきゃいけないということでした。はいこれはいいとえですね。はいまあ、ここはできてほしい問題と。でえっ、ー、と次問題10ですけれども問題10はね、えー、ごめんなさい問題9です。問題9は内部統制監査の問題でこれも正当可能性高いとした問題です。ではない中身見ていきましょう。 はい、えっと内部統制監査の問題ですが、えー、まずね。えっ、ー、とあの選択肢からいきます。A はこれはですね。いいですよね。これ、内部統制監査の目的は、経営者の経営者が構築した内部統制が、えー、その後全ての重要な点において有効に運用されているかどうかについてって書いてありますが、違いますよね。これも土点計論点ですよね。内部統制がじゃないですね。内部統制報告書。 ね、あくまでもアサーションベースのね、えー、保証ですから内部統制報告書がね、えーまあ、適正かどうかということであって内部統制が有効に運用されているかどうかということではないので、まあ、これはまさにあわ誤りということです、ねはい、こ,こもまあ絶対できてほしい選択肢ですね。 はい、ででねねこれいいですよ、ね、あのー、内部統制ねこれ、えー、構築段階で経営者との意見交換とか不備についての指導ってまさにこれ指導的機能の発揮ですからね、えー、別にこれ二重責任の原則とかにあのバッティングしないですからこれはいいということになります。あと「う」もですねこれレックでは講義でやってますからね。あのー ねえー、業務プロセスの評価範囲で、えーまあ、一定の条件を満たした場合には評価対象と、ね、事業拠点の売上高の合計が、まあ、通常3分の2程度を、ねえー、超えるっていうことなんですけどもその一部ねもうあの有効だ、ね、去年も有効だったということでね、えー、そういったあのちょっといろんな要件が重なればですねそこはあの評価しなくてもいいと、ねえー、いうことでそうするとですね、えー、連結ベースの売上高等の3分の2を下回ることもあるということでした。ここもいいと はい、でえっと絵もね、えー、これも判断できると思います。これ内部統制監査でここですよ内部統制の不備または開示すべき重要な不備を発見した場合にはいってなってていずれの不備もその内容等をですね取締役会および監査役等に報告ってなってますがこれ単なる内部統制の不備は適切なものにね報告することは求められてますが、ねえー、取締役会とか監査役等に必ず報告しなきゃいけないわけじゃないのでここも誤りと。 ということでまあこの問題機をね、えー、これもできてほしい問題だったということになりますはいではねどんどんいきますが問題中ですね監査の品質管理まあこれはねちょっと中程度としていますね、えー、これはなぜかとなぜそんな難しいかというとですね、えー、問題中はえっ、ー、とまずあからいきますがあわね、えー、これはまあこれはそうですねなん となく基準を読まれてた方はね、監査責任者が一人である場合を含めてね、同一の企業の監査業務を担当する監査責任者全員が交代した場合は、不正リスクを含む監査上の重要な事項が適切に伝達されるように、まあ,あの品質管理のね方針と手続きを定めなきゃいけないということで、これはまあ丸なんですね。これは丸と。ただまあここもちょっとね丸つけられなかった方もいると思います。 ではですねこれはまるできたと思うんですよね大会社等以外の審査ではねこれはあのまさに審査を簡素化することができるとここはまあバッチね講義でやってるところですね。 はい、で「えっと、う」のところね、えー、これ、えー、不正による重要な虚偽表示の疑義に対応する審査担当者の選任にはこれ追加の審査担当者とか、えー、会議体による審査の実施ってこれどここここででも聞いいいいたととなな思いますこれないんですれれんよねこれ別に追加の審査担当者の選任とかこんなこと言ってないので「えー、う」は誤りということまあこれもちょっとでもねそんな簡単じゃないと思いますしあとですね 絵のところもこれ監査業務の定期的な検証っていうのはこれはですね意見表明前じした後とにえまあ意見表明した後に監査業務がちゃんと行われてたかどうかってことをあのまあ事務所の中でね 検証するということなので意見表明前に行うののは審査でですからね、えー、なので違うということで、まあ、ただねこれはどれもちょっとね実務的で、うん、まあ取れたら取れたですごいですけれどもここもちょっと難しかったかなというとこですね。はい、なので問題10はねこれはまあ,あの中程度ということでまあ中程度の問題が半分ぐらいできればいいかなというとこですね。はい ね、まずこうやっあ前半見てきたとおりまあね正当可能性低い問題が3と7はありますけれどもその他はですね低い問題がなくて、まあ、例年前半がすごく難しいっていう印象があるんですけれどもまあそれよりはちょっとマシだったなとしかもなんていうかな、まあ、あのまあ問題3なんかできなくていいですけどでも、えー、問題7もねできなくていいですけどあのまあ 悪問っていうわけじゃなくてね、あの勉強の効率性を考えたらここまでは取れなくていいっていうことですが、まあ、知ってたら知ってたでね立派だというところなので、あのなんかね変な気を照らった問題とかなくて、まあ、個人的には非常に良問だったなという感想ですね。はい。で問題11以降もそうなんですよ。ねえっ、ー、と問題11まずいきますけども、えっ、ー、ともん、えー、これ答えは4で正答可能性高いにしてます。監査基準の改定についてですね。 はい、で問題11監査基準の改定に関して「えー、とあ」から「え」までいきますけれどもまずね「えー、とあは」は、えー、平成26年のああ」あは答え×ですけどね平成26年の改定ではっていうところでこれもよく、ね、講義で指摘してますよね。あの特別目的ねこれまあその前にごめんなさい準拠性に関する意見表明ですけどもこれは特別目的の財務省に対するものであって一般目的には適用されないそうじゃなかったですよね。これ助け,がけもありうる ね、一般目的で適正性も準拠性もあるし、ね、特別目的で適正性準拠性どっちもありうるんで「まあ」は「×」ということはあの切っていただけたかなと思います。はい、で「い、えー」のところもね平成30年の監査基準のね、えー、改定でまああの監査役等のね、えーまあ、責任ね、えー、これについて明確に記載されることになった、まあ、ここもねなんとか丸していただけたかなというふうに思います。 はい、で「う、えっと」ウのね継続企業の前提これもねもうまさに改,改定のポイントですからこれも丸できたかなということ。で「え」のところねこれも改定のポイントでね、えー「未公開情報の全てが守秘義務の対象じゃないですよ」ってこれ改定全文に書いてありました、ねえー。企業の秘密に限られるんだと未公表であってもねあの企業の秘密に限られるんであって未公表の情報全てが守秘義務の対象じゃないよ。 いうことでしたね。あとはまあ公認会計士と整合を取ったということなので、まあここができて欲しかったですね。意図が正解ということ、意図がね丸の選択肢ということになります。はい、では問題12に行きましょう。問題12もね。これ、政党可能性高い、えー、監査人の独立性の問題ねということになります。ぜひこれも取っていただきたかった問題ですが、まず行きます。えー、あの選択肢もこれもいいですよね。 あの非常にやっぱりねこうやって見てると本当に勉強のね成果が反映されるっていうところですがあのまあもちろん精神的独立性さえ確保されてればいいんだけれどもね外観的独立性っていうのはねなぜ必要かっていう一つの理由として外観的独立性が損なわれると例えば過剰な接待とかね非監査会社から受けてねもうあの海外旅行連れてってもらったとかになったら心の状態もねえ失われてしまうと独立性失われてしまう可能性があるよねっていうことがありました。まさに正しい選択肢 はいで「い」のところ「精神的独立性」の具体的な判断記事は法令,法令上規定これされてないですよねだって法令上、ね、精神的独立性って心の問題で規定できないからだから外観的独立性という形でしか規定してないできてないわけですからね「い」も「罰ということでこれもねかっちりできてほしいと。で「う、えー」のところねこんな独立性に関してですね あのセーフガードを適用してもね許容可能な水準まで軽減または除去できない場合はこれ契約解除一つの方法ですからしてはならないなんてこともありえないということ。はい、で、えー、っと最後ねこれは、まあ、公認会計士以外の専門家も含むね監査チームのメンバーが事務所の定める独立性の保持の方針手続きを遵守していることを責任者確かめなきゃいけないと、まあ、これはね、えー、その通りということで、まあ、ここは是非ねできてほしいあとへということで、えーまあ、3番ですよね。 はい、えー、できてほしい問題でした。はいではえっと問題の十三えっとでごめんなさいこれも、えー、正当可能性言いますけど問題十三はこれはねちょっとね、えー、内容としてはもうすごい典型論点正当な注意と職業的懐疑心なんですけどこれは中程度としていますね何が難しかったか見ていきましょうまずあですね。 えー、監査人として払うべき正当な注意は審査担当者に求められないそんなわけはないですよね。審査担当者に求められないなんてことはどこにも書いてない。ねえー、当然求められると。でえー、っともいいですよ、ね、正当な注意っていうのは職業的専門家がね当然まあ通常、えー、期待される、ねえー、その専門家がその職業や社会的地位に鑑みて、えー、当然期待されるものということでもあると。ね、でえー、っと「う」のところですねあの これ最後のところですよ。まあ最初はいいですようう。監査証拠を鵜呑みにせず批判的に評価するんだけども、経営者に対しては不誠実であるとの前提。これじゃない。これ違いますよね。不正誠実とも不誠実とも取らない。中立的なっていうことですね。ねだから謝るということで。まあ、あのー、これ。 としてね講師陣の中では中程度って言ってますけど私個人的にはできてほしかったかなと逆にもっとあの難しい中程度のはいっぱいあったと思うので、ね、ここはまあ個人的にはこうでもよかったかなっていうところですね絵は監査人は神聖なものとして受け入れたここはまあ難しいといえば難しいんですが記録や商標書類を監査証拠として利用する場合にはその信頼性を検討ということですが、まあ、これはね監査証拠ってこれ信頼性って証明力ですからこれって あの適合性とね信頼性なんてこんなの当然検討しなきゃいけないのでこれはあるということなのでちょっとねこの信頼性をですねなんか違う意味に捉えちゃった方はあの難しかったかもしれないですけどそれでもねやっぱりまあ「う」が罰ですからねなんとか個人的にはできてほしい問題でしたねはいでは問題14なんですけども問題14これもですねリリススクク評評価価ととかしたへの対応こでは問題14見ていきましょう。 え問題14は、えー「リスク評価及び、ね」および評価したリスクへの対応です。で「えー、あ」のところですがまず「あ」はですねこれは あの監査のねどっちかっていうと効率性の話ですけれども、えー、まずデザインされてて業務に適用されてるかっていうことの評価をねする必要があるんですけどもそもそもデザインが有効じゃない場合は業務への適用まで評価する必要はもうないですよだってデザインが有効じゃなければ業務へ適用されてるわけがないですからこれはねその通りということですね。はい、で意のところもね、あのー、これ、えー、内部統制の運用状況について 通常質問だけで監査手続きとして十分こんなこと書いてないですよねというか質問だけでは十分な監査証拠にはならないってこれあのいろんな場面で四半期レビューの証拠にはなるけれども質問ということで監査証拠には絶対にならないということなんでこれはもう E は×と いうことで,すね、で「う」もですねこれも結構講義でですするところですよ、ねえー、過年度から監査,監査から引き継ぐ監査証拠の適合性を確認できるとしても、まあ、3年に1回、ね、運用評価手続きやればいいけれども毎期、えー、の監査において依頼域を予定している内部統制の一部についてはね運用評価手続きを実施する必要があるとまさに全部やらないっていうのは3年に1回といえどもね全内部統制を評価しないと駄目で一部は必ず評価しなきゃいけないっていうことでした。 はい、でえっ、ー、と絵のところですねこれはねまあ逆に絵は実務知ってる人は逆に迷っちゃったかもしれないんですけどもあの確認がね、えー、これ売掛金があの残高が財務省で重要な場合は確認をやんなきゃいけないこんなのはあのどこにも書いてない。 ね、棚卸さんが重要な場合は立ち会いをしなさいっていうのはあるけれども売掛金がね残高が重要な場合は、えー、実証手続きとして確認やらなきゃいけないこんなの規定書いてませんからねあのどこでもこんなこと言ってません。ただ 実務上ははやるんですよっっきり言って実務上の、まあ、ほぼほぼ全ての監査法人で売掛金の確認をしないなんていうのはないのでそれでねちょっと引っ掛け問題作っておそらく実務課の先生が作ったんじゃないかなっていうふうに思いますけど皆さん換気法ベースだったらこんなこと書いてないですよね絵はねですから罰できたかなと思いますはいなので問題14もこれも正当可能性高いということですはい。 で問題15これ監査証拠の問題ですねこれも正当可能性高いということにしていますでは、えー、監査証拠の問題ね見ていきましょうはいえっ、ー、と問題15ですでえっ、ー、と問題15はですねえっ、ー、とまずあの選択肢えっ、ー、とこれはもうねえー、これはなんかポイントアップ討論でもそのままのようなので出してたからちょっとあのー、詳細あれですけども。えー この「あの選択肢」っていうのはまさにあのそのままで、えー、このね代替的手続き、まあ、商標処理が紛失しているなどで代替的な手続きを実施できない場合は虚偽表示として扱わなきゃいけないということです。で「い、ね」のねこれはちょっと難しかったかもしれないんですがあの企業の顧問弁護士と面談しなくちゃいけないなんてこれやってないですよね。これはは、ね、は面談がが必要な場合があると実は厳密には 起点に書いててあって、まあ、面談しなくちゃいけないっていうこれはあのここまで書いてないということですね。はいで えとまああの「う」のところね経営者が監査人の確認以来に同意しないそういうふうに同意しない場合は、まあ、その正当性と合理性に関する監査証拠を求めるまさにこれその通りでただ同意しないことに合理性がないと結論付けた時はその状況を監査役等に報告することが必要ここはねちょっと講義の中で言ったテクニック的な話になりますけれどもあの何か問題があった通例じゃないような問題があった場合は監査役等に報告っていうふうにまあ押さえていただくとねこれは正しいんです ですね、まさにこの確認依頼でねここの相手先に送んないでくれなんて言われちゃった時にはやっぱこれはですねでその理由が合理的じゃないという場合には監査役等に報告しましょうってこれは通常の,あの自然な流れということになります。はい、で最後いいですよねこれは大丈夫だと思いますなので「うが丸」えがで「丸えーと」が、まあ、×であと「あ」も「丸だから「 伊がハテナでもあとウでまるできたかなというところですよね。はい、えー、いうことで問題十五も正当可能性高いとしています。はいでは問題十六ですけれども問題十六はねこれは関西圏の形成ということでこれもね私個人的にもうあの本当に定だと思っててこんなのできなくていいと思ってます。まああの悪問っていうわけじゃないんですけどまあ難しいこれはちょっと細かい。 えなので効率的なあの合格を考えた時にはここまでやってたらもうとても観察論勉強終わりませんからね。ということで見ていきますがあのですね、まあ、このね「えー、あ」はまあ丸だっていうことはいいと思うんですこれ適正表示の場合はね、えー、まあ一歩離れた評価っていうところもあって、えー、関連しない情報が全体的な表示を損なっていないかどうかの判断だけじゃなくてね有用な情報を曖昧にするようなね情報が全体の表示を損なっていないかどうかとにかくね一歩離れた評価をまあしていくっていう話で「あ」は丸と。で ですねこれねえっとまあ準拠だけしてると適,正適用される財務報告の枠組みに準拠しただけだったら別にこれはね えー、適正に表示され,されてると認めない場合があるけれどもただね、えー、これ日本の適正表示の枠組みっていうのはまさにですね準拠してるかどうかっていうことプラス、えー、このね要求されてる以上の開示、ねえー、が、まあ、あの明示的に認められてる在機で、えー、追加情報ってやつですよね。でこの時に、まあ、例えば追加情報で、えー、しっかりとね、えー、要求されてる以上の中期が行われていたらこれ適正だっていうことになりえますのでえー、っと この達成されることはないというところが誤りまあちょっとこれはあの難しかったと思いますね今難しかったと思いますはい。で、うーなんかはもっと難しいんですよね、これは、えー、ある財務報告の枠組みに準拠して作成されるとともに中期において他の財務報告の枠組みを遵守している程度について記載している場合に当該記載は財務所要と明確に区別することができないとき まあこれ換気法では不可分の一体となっている時は意見の対象となるとなっているんですがまあこれは正しいんですがこれはできなくていい、えー、うわもうこれ知らなくていい、ねえー、ましては論文上はもっと知らなくていいっていう選択肢ですよね。 はい、で「絵はねできなきゃダメですよ継続企業を前提として財務省が作成されてるが継続企業を前提として財務省を作ることが適切じゃないこれはもう意見に関する除外っていうかねまあ,あの不適正意見ですよね意見表明しないってこれはダメですよね間違ってるんですからこれは不適正ということで「絵は×で切れるかなとでまあ「い、e」が×にできたらいいんですがまあこれはもうちょっと「ウが判断つかないと思うので、えー、まあそういった意味でねうんここは問題16は「 あの短期合格目指した場合にはできなくていい問題ですし別にあの復習して今後絶対できなきゃいけないかというと個人的にはそうじゃないと、ねえー、まあ捨てていい問題かなと思いますね、はい、では問題の17からいきますが問題17ね、えー、今度はまた生徒可能性高い監査報告書の記載事項とということで,すでは問題17いきましょう。 はい。で問題中ならですね。えっとこれいいですかね。否定的意見を表明する場合にそのねそれのそれ以外の主要な検討事項を監査報告書に記載することを求められていないってありますが、これ求められてますよね。主要な検討事項を記載しないのは意見不表明の場合です。ねそれ以外は主要な検討事項を記載求められてますから。あはバツ。これもいいと思います。はい。でイですね。えっとイはまさにこれね。えー あましたけどねね今回の試験で、ねえー、まさに重要な不確実性があった場合はこれね、えー、ちゃんと中期されてれば、えーま、しさらに、えー、継続金を前提として財務省を作ることが適切であれば無限定意見でその時にはね、えー、この重要な不確実性っていう区分を設けてですね、えー、まさに不確実性が認められる旨を記載しなきゃいけないとまさにこれその通りということでした。はい でえー、とあと「う」はねちょっと、まあ、迷っちゃったかもしれないですがあの財務料に表示または開示されてない事項は監査上の主要な検討事項とならないこんなのどこにも書いてないですからね、えー、いうことで「う」は×なんですね。はい、でえっ、ー、と「絵、えー、ですね。えー「絵、あ、は、のー、これはですね、まああのー、監査報告書をね何度か読んでいただいていて、まあ、あの報告論のところを見ていればですね、まあ、気づけたかもしれないんですがこれは丸なんですね。 はい、えー、無限定意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できなくてもですね入手した監査証拠がその限定意見の基礎を得るために十分かつ適切だとこれは書かなきゃいけないのでまあなんとか問題順なのはね、えー、できてほしい問題だったということになります。はい、ではははいでで次問問題題に行きます、えっと、問題18はですねね、えー、これはね 監査報告ということで、これ中程度の問題ですね。はい。で、えっ、ー、と問題18見るとですね、えー、これはあから行きますが、えー、あはですね、ここ、えー、特別目的のね、財務報告の枠組みの場合に。 他の目的には適合しないことがある旨の記載まで求められてましたよねですからこれあはバスとここも何とかできてほしかったかなというところですねでいいですねい,いはこれはですねあの個別の財務表とねままたは財務諸表項目と完全な一組の財務諸表に対する監査は別の業務なのであの これもう講義でね扱ってますけどもあの一つの監査報告書において両方の監査に対する意見は表明していいんでしたよねいいんだけれども別に意見を述べなきゃいけないっていうことなので一つの監査報告書において表明してはならないというこれは罰ですよね。はい、で「う」のところはと監査には完全な1組において意見を表明しない場合に「 当該財務諸表に含まれる個別の財務表に対してね。意見を無限定期表明してはその通りですよね。個別の財務表っていうのは主要なね。部分を構成します。財務諸表の主要な部分を構成するんだから、これで意見がちぐはぐだったらおかしいでしょって話でした。まあ、これもね講義でやってます。で、絵のところね。 では完全な一組の財務省において否定的意見を表明した場合であってもその一部を構成する財務省項目ね一部の項目について無限提これは、まあ、あのその財務省項目が主要な一部を構成しないんであればこれは OK でした。ということでまああの中程度ですけどもあの私のねあの、まあ、ちょっと、えっと、言い方あれかもしれないですけど講義をねあのしっかり聞いてくださった方は、まあ、ここはできてほしかったかなというところですね中程度ですけどもできてほしかったかなというところです。 はいでは問題19いきましょう問題19はこれはですね比較情報の監査で中程度とということにしましまたでは問題19、えー、比較情報まあここもねちょっとね、えっと、比較情報ですからなかなかあの、えーまあ、難しかったかもしれないですけども「あ」のところね「あ」は前年度の財務省を監査されてなくて、えー、その、ね、利用者の注意を喚起する必要があると判断した時は「 監査報告書のこれここは細かいですけどね協調事項区分じゃなくてその他の事項区分に対応数値が監査されてないもねということでこれは誤りなんですね まあ細かい」かなと思います、はい、でイはねこれはそのまんまなんですよ。前年度が除外事項付き意見でその原因となった事項が未解消でね当年度の数値には関連しない場合でもね、えー、これ当年度の数値との対応数値の比較可能性の観点から当年度の財務所に対する監査報告書で除外事項として扱うことが必要となることがまさにこれ換気法の通りということになります。はい、であと「う」もねちょっとこれ丸なんですけども。 前年度のね財務諸表を前任監査人が監査している場合はまあこれ前任監査人がね対応数値を監査している旨その意見を監査報告書に記載するんですけどもしないこともありますということでこれは難しかったんじゃないかなと個人的にはですねこれ難しいと思うんですねうわね。 はいで、絵のところ、これはなんか見たことあるんじゃないですかね前任監査人が以前に無限定意見を表明したねその前年度の財務省に影響を及ぼす。重要な記入表示があると言った場合は、これは3者間で協議ですよね。つまり、経営者監査役等。あと前任監査人。これ3者間で協議なので。 これね書き方が前任監査人には報告じゃないんですよこれ競技なのでそういう意味でバスということで、うん、問題19は個人的にはあのーね、中程度と言いながら難しい中程度かなというふうに思っていますはいでは最後問題20これはですね正当可能性高いというふうにしています不正リスク対応基準の問題ですすね問題20ですはいでは行きましょうえ問題20はね えと「あ」の選択肢からいきますが「あ」はですねまあこれはできてほしい四半、えー、期レビューの過程において当該基準に従わなきゃいけないもうこれは大嘘ですよね四半期レビューはね不正リスク対応基準が適用されないねやっぱこういうしっかりと本当にね学習内容があのね力が反映されるね問題ですよね。はい で、えっと「い、ね」イは、えーまあ、経営者の関与が疑われる不正を発見した場合は関西役等に、まあ、こういった、ね、イレギュラーがあれば関西役等に報告して、えー、協議の上経営者に問題点の是正等適切な措置を求めるとともに不正が財務省に与える影響を評価すると、まあ、まさにその通りと、はい、でおのと。ころは えー、不正によるね。重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別したが、えー、それでもね、示唆する状況があるんだけれども、重要な虚偽表示の疑義はないって言った場合は、この旨と理由を長所に記載しなきゃいけない。これもまさにね、あの、やっている内容です。で、絵もね、実はこれもしっかりやってるんですね。あの不正による重要な虚偽表示の疑義があるとして、まあ、想定される不正の対応に直接対応した監査手続きを実施することが求められるのは、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況について。 これ2つありましたよ、ね、1つ目関連して入手した監査情報に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合に限定されないですよね。もう1つありました。もう1つは追加的な、ね、監査手続きをやったとしても十分かつ適切な監査情報を入手できない場合この2つの場合にはですね想定される不正の対応に直接対応した監査手続きを実施しなくちゃいけないまさにそういったね基準でした。 ですからねこの問題20もなんとかね糸をでなんとかできてほしかったかなという問題なんですよね。はいということでですねあの、まあ、全体ねちょっとまあ一旦もう一回あの全体映しますけれども、まあ、正当可能性高い問題が12489111214151720ということで11問。 でえー、正当可能性中程度が56、えー、そして10131819、えーえー、の6問ということ。で定が問題3と問題7と問題16ということでね、えー、まあそういったことからですね全体として、えーまあ、レックの、ね、会計士課の講師陣の中では 合格ラインっていうのは監査論だけ取ってみると7割ぐらいになった非常にあの学習効果がね反映される学習の内容が反映される良問、えー、だったかなというふうに思っています。 なので、えっとまあ、今回であの問題で、まあこねえー、画面上示している正当可能性高い問題について、えー、これがあのできなかった方は猛、ねえー、反省していただいて復習をすると。で中程度は正直こう低寄りの中とあの高寄りの中っていう形でね、えーまあ、難しい中となん、まあ、とか取れてほしい中ランクありましたので。 そこはです、ね、まああの難易度の程度の差はありこそすれまあ中程度の問題もね今後論文に向けてやっぱり復習しといた方がいいでしょうしあるいはね担当今度初めて受けるよっていう方はね中程度の問題まではしっかりとできるようにしていただきたいと思っています。一方で先ほども述べましたがこの低ランクね低ランクの問題3 7 16ここまではあのやる必要ないんだということであの今後のね学習は今度次回担当初めて受けられる、えー、来年のね2021年の5月最初に受けるっていう方はですねあこのレベルはやんなくていいんだと、ねえー、いうことであのぜひね学習のこうスケジュール計画立てるときに今回の過去問をね一回解いていただいてですねあの非常にいい問題たくさんこのレベルが合格ライン合格すべきあの、ねあのえー、合格を をするためには7割取らなきゃいけないそういう敵なんだということでねまず敵を知ることが非常に大事ですですから次回はね受けられる方はまずこの問題を解いていただいて正当可能性高い問題中程度の問題っていうのをまずできるようにするこれがゴールラインなんだというふうに考えてください そして、えー、今度ね論文行かれる方もやっぱりね、えー、まあ担当よりも論文の方が内容としてはもうちょっとね細かくなくなるとはいえどもですね高程度中程度の正当可能性の問題っていうのはまあまあやっぱり復習しておいた方がいいと思いますね。はいということでまああのねこれそうは言っても試験ですからあの我々がねこうやってあの後になって解説すればやっぱり7割ぐらいかな っていうところもあります。けれども、まあ、あのそれぞれ得意不得意もあってですね。あの出来不出来っていうのはあると思うんですが、あのこれは本当にもうあのいつも言われることですし、他の講師のね。先生方も言うでしょうけれども。あのもう本当にこれ結果出るまでは本当にわからないです。何パーセントが合格かっていうのはわかんないです。 ここんななと言ってながらですね監査論6割ぐらいあるいは5割ぐらいでも全然受かったよってこともありうるのでねあのもうねここはあの論文までね11月ですから。 あのそんなにね時間もないですからあのぜひね、えー、もう切り替えてとにかくね論文対策ね1か月でもやっておけばですねあの合格発表で万万が一ねこれあの残念な結果になったとしても今後に生きてきますからあのぜひね、えー、まあちょっと1日2日休んでもいいと思いますけれどもあの、まあ、ちょっとね、えー、コロナとか気をつけていただいて、えー、ぜひね、えー、引き続きもう本当にこれ合格ラインなんて大体ねどこの予備校もまあそういうこと言っちゃいけないのかもしれないですけど高めに言いますからねあの結果ね 蓋開けてみたらやっぱ受かってたよ後になってもねやっぱり あの分かってもねもう遅かったなってことになってほしくないですからただね一方でやっぱり予備校側の立場としてねあのラインを下げちゃってねあの受かるって言ってたのに落ちたっていうこのねやっぱりことはあのちょっとどうしてもね下げ、えー、なきゃいけないっていうのもありますからまあ,あの往々にして予備校のラインというのは、ね、高く出ることが多いですよね。ですから本当に気にしないでね、えー、ぜひね、えー、また発表までねちょっとまあ大変なあの世間的にも大変な状況ですけれどもぜひ皆さんね体調に気をつけて頑張って 頑張っていただきたいと思いますはい、それではね、監査論の令和2年第2回担当式試験本試験の公表回答速報これで終わりにしたいと思いますどうも皆さんありがとうございました